ユニクロマルに十二月九日金曜日より発売開始です。待ってましたって感じですね。マルには千九百九十四年にイタリアで誕生したラグジュアリーブランドです。研ぎ澄まされたグラフィック、実験的な素材や色使い、独特なプリントやフォルムを特徴としています。今回も色カラフルでドキドキします。 まずはこちらシルク風呂敷スカーフコンプリートセットですやはりスカーフストールスタイリストとしてはこれは見逃せません美しい風合いを持つシルク100%のスカーフ全6色柄が入ったコンプリートのセットですオリジナルデザインのボックスに全6色柄が入ったコンプリートセットギフトにもおすすめ こちらののの商品はオンンラインのみの販売になるそうですすべすべで滑らかな肌触りのシルク100%風呂敷としてギフトなど包んだりスカーフとして着こなしのアクセントにしたりいろいろな使い方ができる手書きのユニクロマルにオリジナル柄をプリントしているそうです大きさは 70cm×70cm 70の正方形 商品生地の特性によって 1cm 前後の誤差が生じるそうです手洗い可能やはりお首まわりは皮脂汚れや汗をかいたりしますので手洗い可能というのはありがたい選択です7 0セかけ× 7 0センチの正方形というのもアレンジしやすい大きさだと思います色はとてもカラフルですがこのスカーフの中の1色を取ったらお洋服と合わせやすいと思います また額縁になっているのでアレンジした時に閉まるデザインになっていますタイムレスな日常に遊び心を繊維の宝石と呼ばれるカシミアを100%使用した軽くて温かく滑らかな肌触り3種類の異なるボーダーを組み合わせたマルチボーダーユニクロマルニのオリジナルデザインになっています色は2色展開オレンジとブルーです サイズは2 0 0 × 2 6ンチ、縦長ロングタイプですねホームページの公式スタイリングでは縦長効果を出してロングでそのままストーンとアイラインを作っていましたしかも全身ボーダーオンボーダー全身ボーダーで歩く勇気はあるでしょうか一般的に私たちがロングストールをアレンジするとしたら 何重にも首に巻いたりするのが一般的かなとは思いますカシミヤボーダーーダグローブですニットならではの成形で縫い目による違和感が少ないリンキンキグ縫製を採用先ほどのロングストールとお揃いになるボーダーグローブですね色は2色展開やはりオレンジとブルーです全長3 1 5センチ 手首部分が長くカシミア100%なので保温性に優れていると思います。そしてやはり水洗いは不可、ドライクリーニング可能だそうです。今回の丸に色カラフルですが、イエローベースのオレンジ、ブルーベースのブルーという風にベースカラーを分けてくれているのも使いやすいかなと思いました。ミックスカラーニットミトングローブです。 3色の異なる色をより合わせてミックスカラーを表現した素材糸の特性上色の見え方に多少の個体差が生じる可能性があるそうですミトン型のグローブニットならではの成形で縫い目による違和感が少ないこちらもリンキング縫製を採用しています色は2色展開ダークオレンジとブルーですこちらもブルーベースイエローベースですね ミックスカラーニットフーードストトルですニット素材ならではの綺麗なミックスカラーが楽しめるフード付きなので保温性も抜群ですこちらも先ほどのミッドグローブと同じ3色の異なる色を練り合わせたミックスカラーですフード付きのマフラーデザインフードをかぶらずにマフラーとしても使用可能です素材は40%のアクリル30%のポリエステル 20%のナイロンに10%のウールです。横が26センチ、縦が103センチとロングタイプ手洗い可能です。昼間はマフラーとして使用夜になったら頭からすっぽりありですね。シルク風呂敷スカーフの単品売りです。シルク100%で1990円はやはりお安いです。 すべすべで滑らかな肌触りのシルク100%風呂敷としてギフトなどを包んだりスカーフとして着こなしのアクセントにしたりいろいろな使い方ができる手書きのユニクロマルにオリジナル柄をプリント色はこちらのブロック柄が3色展開ピンクグリーンブルーです こちらのウェーブ波柄のようなスカーフも色が3色展開こちらはブルーその他レッドとブラウンがあります6色欲しいところですがここは厳選して買いましょうポップコーンニットフードストールですデコボコのある編み地とカラーブロックデザインが着こなしのアクセントフード付きなので保温性も抜群 色は3色展開先ほどのレッドブルーベージュです膨らみ感のあるウール混合素材を使用デコボコが大きく立体感のある編み地を採用フード付きのマフラーデザインですこのデコボコをポップコーンと表現しているんでしょうポップコーンニットバラクラバです すっぽり頭からかぶるデザインのことをバラクラバと言います。今季ファッショントレンドで秋冬たくさん出ていました。頭まですっぽり包んで温めるバラクラバ。頭部分を外してフード付きのネックウォーマーのようにも使えるデザインになっています。素材はアクリル・ポリエステル・ナイロン・ウールが入っているので手洗い可能です。 横がが21セセンンチ、縦が36センチ、縦36頭からすっぽりかぶって温かそうです色はこちらのブラウンと2色のグリーンこちらがイエローベースの黄身がかったグリーンそしてもう1色こちらがブルーベースの緑というようなグリーンです遊び心のあるカラーブロックデザインになっています 温かいヒートテックにマルニの個性あふれるデザインをプラスした2足組のソックス990円こちらもマルニって感じでかわいいですね他にも2足組でお色違いがありますポップコーンニットミトングローブも温かみのあるオレンジお色違いがありますポップコーンニットビーニーもおそろいで 同じ色がありました小物も充実していますが洋服も充実していますオーバーサイズダウンコート派手ですねダウンの魅力を存分に楽しめるボリュームとシルエット防寒性とデザイン性を兼ね備えた完成度の高い一着小雨程度の水をはじく撥水加工をプラス生地表面に撥水剤を固着させているため 撥水効果が長持ちすすると書いてありますただし加工は永久的ではありません立体的な刻ンシルエットのオーバーサイズコートふんわりボリューミーなダウン分量前立てが高めの設計でファスナーを締めれば首元までカバーファスナー持ち手とフロントボタンはオリジナルのバルニのロゴ入り裾のスピンドルで 裾幅やシルエットの調整ができ下から風が入りにくいように絞ることも可能だそうですヒートテックレギンス10ぶた温かいヒートテックにマルニの個性あふれるデザインをプラス防寒とファッションが融合したレギンス1990円はお安いですね吸湿発熱抗菌防臭 形状保持機能など快適機能が満載のヒートテックだそうです極細繊維で肌を滑るような滑らかな肌触りのストレッチ素材を使用足元まで心地よくフィットしお腹周りもしっかりと温める先ほどのはブルーこちらはレッド波柄のレッドですね大胆なプリント柄で着こなしのアクセントに 手書きのユニクロマルジオリジナル柄をプリントしているそうです素材は38%ポリエステル30%のアクリル20%のレイヨン12%のポリウレタンで選択可能ですこちらもプリントお揃いでヒートテックタートルネックティーの長袖ですやはり暖かいヒートテック マルニの個性あふれるデザイン本性とファッション性を兼ね備えレイヤリングピースとしても楽しめると書いてありますが、まあ、1990円はこちらもお安いですねしかしこれを上下で着る勇気はあるのでしょうかスタイリングでは上下で着られていましたねこちらもヒートテックレギンス10分丈の柄違いのグリーンですブロック柄ですね さあこちらはどんな風なコーーディネートに使いましょうかレギンスとして履くかまたはタイツの代わりとしてちらっと見せるぐらいだったら履けるかなと思いましたヒートテックティータートルの長袖ブルーですこちらはねボーダーなのでこのくらいだったら着れるかなとは思います暖かなヒートテック でもこれも全身で見せるのはちょっと辛いかなと思うので襟元だけチラッと見せるというのがいいかなと思いましたヒートテックタートルネックティー長袖のグリーンですブロック柄ですねこれもそうですね1枚で着る勇気は私はちょっとありませんでしたオーバーサイズダウンベストこちらのベストはいいですね ダウンの魅力を存分に楽しめるボリュームとシルエット防寒性とデザイン性を兼ね備えた完成度の高い一着これはね色も綺麗だなと思いました説明はダウンジャケットと同じ撥水加工をプラスしてあったりオーバーサイズシルエットだったりふんわりとボリュームなダウン分量を使ってありますカラーブロックが可愛いなと思いました こちらの深みのグリーンそして襟元はイエローベースの明るめのグリーンそしてもう一色ブルーです私はどちらかというとグリーンの方がお気に入りこう前にフロントに黒いラインがあると四角効果スタイリングで細見え効果ですカシミヤボーダータートルネックセーターの長袖色が2色展開こちらはオレンジ カシミヤ100%の贅沢なセーターにオリジナルのボーダーをプラスこちらはブルーですねこちらのブルーとピンクのボーダーも可愛いいなというふうに思いましたカシミヤ100%で12,900円です袖口、裾、襟ぐりは糸の本取りを工夫し伸びにくくしっかりとした仕様に作られていますややリラックス感のあるシルエット 首元まで温かいタートルネックセーターです。ユニクロマルニ、オリジナルのボーダー柄になっています。オーバーサイズダウンコート。ダウンの魅力を存分に楽しめるボリュームとシルエット。防寒性とデザイン性を兼ね備えた完成度の高い一着。このねツーブロックは綺麗な色だなと思いました。オレンジにチョコレートカラー。 フロントにまっすぐのラインが入っていて四角効果スタイリングそしてダークオレンジの他にブルーもありますこちらもねやはりねオレンジの方が気に入りました解説は先ほどのオーバーサイズダウンコートのプリントと同じ解説になります機能性の高いダウンコートちょっとこれは要必見です メリノブレンドボーダーニットスカートメリノウールをブレンドした上質なスカート3種類の異なるボーダーをつなぎ合わせたような遊び心のあるデザイン色はこちらのブルーとダークブラウンの2色展開です繊細な19.5マイクロンのウールを30%以上ブレンドした素材を使用3種類の異なるボーダーをつなぎ合わせたようなデザイン 縫い目に見える部分はニットテクニックで表現ウエストイージーで着脱しやすいナローシルエットユニクロマルにオリジナルの遊び心のあるボーダー柄のブロックデザインになっていますメリノブレンドボーダーニットワンピースのノースリーブこちらも2色展開です縫い目に見える部分はニットテクニックで表現 少し横に開いたネックライン、ストレートなシルエット、遊び心のあるボーダー柄のブロックデザインです。冬でも室内は暖かいので、私はノースリーブでもいいのですが、これはレイヤードで下にセーターなどを合わせるのもありかと思います。メリノブレンド、リブボーダーセミフレアニットパンツ。こちらもニットのパンツで、 フレアになっているのでこれはねちょっと見てみたいなと思いましたダークブラウンとブルーの2色展開ですリブ編みのフレアパンツウエストイージーで着脱しやすいこれは結構意外なものになんでも合うのではないかなと思いました要必見ですミックスカラーニットオーバーサイズフルジップパーカーの長袖ですこちらはブルー そしてもう一色ダークオレンジもあります3色の異なる色を練り合わせてミックスカラーを表現した素材ゆったり羽織れるリラックスシルエットファスナー持ち手にはオリジナルマルニのロゴをプラスこちらのダークオレンジは袖口が色が変わっていてリブ編みになっていて締まった感じに見えますアクリル40ポリエステル30ナイロン20ウールが10% 混合素材なので手洗い可能ですフードがついていてどのくらいの生地の厚みがあるのかが気になりましたバギージーンズこちらは標準丈と丈長めがありますボリュームのあるバギーシルエットが魅力腰履きするようにしてゆるっと着こなしたい1本発色の綺麗なお色マスタードとブルーの2色展開ですコットン100%のデニム ユニクロの中で一番バギーなシルエットミッドライズで少し腰ばきするスタイリングがおすすめファイブポケットスタイルいろいろなコーディネートに合わせられる本コレクションオリジナルのフロントボタンリベットレザーパッチがアクセントユニクロマルニオリジナルのファスナースライダーを使用しているそうですユニクロの中で一番バギーなシルエットっていうのが気になりますよね これもよう試着ししてみたた。いいと思いましたヒートテックレギンス10部丈温かいヒートテックにマルニの個性あふれるデザインをプラス防寒とファッション性が融合したレギンス吸湿発熱吸放湿吸管速乾防菌防臭形状保持すっごいたくさんの機能が満載のヒートテック。 極細繊維で肌を滑るような滑らかな肌触りのストレッチ素材を使用。足元まで心地よくフィットし、お腹周りもしっかりと温める。裾のカラーブロックと脇のシームカラーで遊び心のあるデザインに。色は3色展開。こちらのグリーンは裾がブラックです。ブルーの裾もブラックに見えました。ブラックの裾はイエローがついています。コーデュロイ。 ワイドフィッットタックパンツこちらも標準丈と丈長めがあります色も発色が綺麗なレッドグリーンブルーの3色すっごく発色が綺麗ですねコーディロイの素材感がたっぷり楽しめるワイドシルエット裾はテーパードですっきりと履けるコットンベースのコーディロイ素材適度なゆとりのあるツータックのワイドテーパードシルエット緩やかにテーパードさせることで 足さばきがよく履きやすいイージーウエスト仕様ながらすっきりとして綺麗に見えるユニクロマルニオリジナルのファスナースライダーを使用コーデュロイが大好きなのでこのワイドな感じもとても気になりますがテーパード裾がねすぼまっているのが少し気になりますポップコーンニット V ネックベストですデコボコのある編み地とカラーブロックデザインが楽しい 短めの着丈でコンパクトな着こなしができる膨らみ感のある素材でデコボコが大きく立体感のある編み地を採用首元が空きすぎず1枚でも着用しやすい V ネックコンパクトシルエット少し短めの着丈遊び心のあるカラーブロックデザインになっています色は三色展開イエローベースのグリーンにこちらはブルーベースのグリーンブロックでピンクが入っています そしてブラウンの3色展開ですアクリル40、ポリエステル30、ナイロン20にウールが10%で手洗い可能ですポップコーンニットの V ネックセーター長袖ですこちらも色が3色展開こちらはイエローベースのベージュとイエロー、そしてレッドそしてブルーという3色展開ですね こちらデコボコ感がすごくあってポップコーンって言っているぐらいなのでどのくらいの厚みがあるのかなっていうのが気になりますお値段はお安いんですよね3990円ですベストは2990円値段はすごく安いと思いましたが素材が気になりますヒートテックタートルネックティー長袖温かいヒートテックにマルニの個性あふれるデザインをプラス 保温性とファッション性を兼ね備え、レイヤリングピースとしても楽しめる。ヒートテックですね。カラーブロックになっていて、お値段が1990円。これは、ちょっと試着、今回とても気になるアイテムの一つです。カラーブロックピンクも優しいお色で、首元だけオレンジが見えたり、手のところだけイエローが見えたり、 これはね、着方によってはとても可愛いアイテムだと思います。こちらのグリーンもいいですね。腕元だけ薄いピンクが見えたりしています。そしてブルーです。カラーブロック。これは着方によっては本当におしゃれな一枚になるのかなと思います。そしてなんといっても1990円というお値段がヒートテックでタートルでカラーブロックがあって ね、これはお値段もとてもお安いと思いました「要必見」「要試着」「気になる1枚です」この脇下の縫い目もかわいいですね38%ポリエステル30%のアクリル0422ポリウレタン12%ですメリノブレンドボーダーオーバーサイズカーデガンの長袖ですメリノウールをブレンドした上質カーデガン ゆったりめのシルエットに大きなボタンが印象的です。やはり2色展開ダークブラウンとブルーです。繊細な19.5マイクロンのウールを30%以上ブレンドした素材を使用。ゆったりと羽織れるリラックスシルエット。大きめの水牛調のボタンがアクセント。ユニクロマルニオリジナルのボーダー柄です。 ルックブックを見ていきたいと思います。すっごい色カラフル。えー、まあ、マルニの世界観っていう感じでしょうか。これを私たちはどんな風に着こなすのかなっていうのをちょっと探っていこうかななんて思います。ルックブック見ていきましょう。全26スタイル着用を見ていく。すごいですよね。この、ポットってボコボコの 感じのね。立体感のあるニット。そして、バラクラは頭からすっぽり被るタイプの。これも今季いろんなデザイナーが秋冬出していましたが、実際被っているんでしょうかね。可愛い,いなとは思います。セットアップで着るとこんな感じ。 ニット、V ネックベストとね、セットアップできるとこんな感じです。着こなせたらね、すごくいいなと思いますね。そして V ネックセーターもね、これ、バラクラバをかぶって。このヒートテックのタートルネックティーっていうのはかわいいから、これは要必見、要試着だと思いました。しかも値段が1990円ですもんね。ポップコーンのニット、ミントグローブ,ローブもありますね。 あとこのバギージーンズ。これはね、ユニクロで最高にバギーだっていう風に言ってます。色もすごいパキッとしたイエローとブルー。発色が綺麗ですね。これもね、履いてみたいとは思います。似合うかどうかはね、要試着で見ないとわからない。そしてこのタートルネックティーとレギンスのこの波模様。これはスカーフでもね、同じプリントが出ていましたが。 波打つ感じ。手書きっぽいですよね。このモデルさんはかっこよく着こなしていらっしゃいます。重めのブーツにね。で、このシルク風呂敷スカーフ。風呂敷型でね、こんな風に持つっていう。うちの教会でもバックになりますよっていうアレンジはしていますが、割と簡単です。そしてオーバーサイズフルジップパーカーと これ、後ろのモデルさんがヒートテックのタートルネックティーを着ているんでしょう。そして前のモデルさんはボーダーのワンピースを着ていますね。こんなボリューム感のある方でも OK っていうので、今期トレンドはボディーポジティブ、ねもう。ボディを、自分のボディをポジティブに捉えましょうっていうワードも出ているので、 どんな風に着ちゃってもいいんですよ。ボリュームがあろうが、ボリュームがある人がボーダーを着こなそうがいいってことですね。そういうあのファッションに対する気持ちは、ポジティブな気持ちは大好きです。メリノ・ブレンド・リブ・ボーダー・セミ・フレア・ニット・パンツ。これはね、可愛い,いなと思います。私、ヨガパンツに履こうかななんて思ってます。でもまあ、ちゃんと試着してみますよ。 どちらの色も可愛いですよね。オレンジもブルーも。まあ、ブルーの方がすっきりしてるのかな。冬はね、この温かみのある暖色系でまとめると暖かいなーって感じはしますが、これも全体的にイエローベースの組み合わせですね。まあ、何色ベースでも着ちゃってもいいんですけどね。暖かいかクールかって言ったら、イエローベースが温かみのある色のコーディネートっていうことです。 カシミヤボーダータートルネックセーターもカシミヤ感がね、ふわふわっとすごくしてて気持ちが良かったらいいなと思って、これも用必見ですね。もう全身ボーダーですよ。ボーダーオンボーダー。すっごいエッジが効いてる。いかがでしょうか。で、このね、ロングのボーダーストール。これをストーンとまっすぐかけてますね。すごいロング。 こんな着こなし。まあ、引きずったらね、いけませんよ。こんな着こなしいかがでしょうか。<laughs> ここまでする人いるかないたら楽しいなという感じはします。オーバーサイズダウンコート。これもね、すごい綺麗だなと思います。これはあのブルートーンでまとめてますね。全身ブルーな感じでまとめています。でもワントーンコーデといってもね、いろんなプリントが入っているので、 ただ全体のトーンがまとまってると違和感はないんですよね。先ほどの暖色系のブラウンもそうでしたが違和感ないですよね。もじもじくんみたいに見えちゃいますね。ヒートテックタートルネックティーにこのレギンスのこれもセットアップシルク風呂敷スカーフを使っていますがこれはやっぱり全身ではちょっと勇気がないな。 でも、アイテムをワンアイテム着て、少しちらっと見せる感じだったら着こなせるかなと思います。さあ、ボーダーオンボーダーですよ。このね、カシミヤボーダータートルネックセーターのブルーとピンクの組み合わせはかわいいなと思っています。これもね、まあ、すっごいボーダーオンボーダーなんですが、色のトーンがまとまっているので、この色のトーンを合わせたら、こんなに いろいろ持ってきても OK っていう見本のようなコーディネートですね。ポップコーンニットのフードストールとニットとね、ミトングローブの組み合わせ、ヒートテックレギンス。これも全身ブルーですね。これなんかでもスキーウェアとかにはいいんじゃないですかね。かわいいかな。なんかアウトドアにもかわいいかななんて思いますが、いかがでしょうか。はい、そちらのね、イエローベースの組み合わせですね。えー、茶系でトーンを合わせています。 なんかまとまり感ありますよね、やっぱりね。で、こちらはカシミアボーダータートルネックセーターの、えー、茶系、オレンジ系の組み合わせですね。これなんかやっぱり肌触りいいんじゃないかななんて思います。このバギージーンズですね、気になりますね。全身ブルーひ。人の目を引きますね。人目を引きます。エクスカラーニット、ミトングローブ、かわいいですね。こう色が。 ミックスされた感じ、可愛いかななんて思います。だんだん目が慣れてきましたね。不思議なもんです。ニットバラクラバ。ね、これ、チャレンジしてみましょうかね。いかがでしょうか。ミックスカラーニットオーバーサイズフルジップパーカーは、割と普段着でも着れるかなと思います。メリノブレンドボーダーニットスカート。ワンピースもいいですけど、スカートの方がアレンジはしやすいですね。 このシルク風呂敷スカーフ、かわいいですね、頭に巻くのも。70×70 70は、少しあの普通のスカーフはね、だいたい 90×90 の正方形なので、ちょっとだけ小さめで、プチスカーフは 60×60 60なので、その間な感じなんでしょうかね。ただ、シルク100%で1990円はやっぱりユニクロじゃなきゃできないですよね。で、このオーバーサイズダウンコートのオレンジも可愛いなと思います。 リのブレンドボーダーニットワンピースノースリーブこれをねあのカシミアセーターと組み合わせて着てますね何、まあ、か組み合わせても全然やっぱりおかしくないですねっていうか違和感ないしかえってかわいいかわいい感じにまとまっていますこのモデルさんがまた似合いますねお似合いです日本人でここまで似合う方はいらっしゃるかどうかは疑問ですオーバーサイズダウンコートのオレンジかわいいですよね いや本当可愛いと思う去年プラス J であの白のダウンコートを買わなかったら手をつけていたなこのどのくらいのオレンジの発色なんでしょうか、まあ、この通りなんでしょうねで真ん中がチョコレートカラーになって引き締まっているのでこれはもう四角効果スタイリングなんですよね色呂敷かわいいですバック代わり ね、こちらの,あのボーダータートルも可愛いですよねブルーとピンクの組み合わせ。ということであ靴下もカラフルでいっぱいあります、ねえー。スタイリングを見てきました。なんかこう見ていると違和感がなくって可愛いいかなって思ってきますよね不思議なもんだ。<laughs> でもしっかり実物を見て試着をして本当に欲しいものを買わないと駄目ですね。 夏の丸2でちょっと失敗しました。なんか嬉しくなってね、カラフルなものを買っちゃいましたが、正直あまり袖を通していないものもあります。あとお値段がすごい下がっちゃったのでね。はい。スタイリング見ていきました。